それじゃあ行くぞ、ラプラスダークです。あ、これは我が輩が自作したスライドじゃないか。巨大な国の腐敗や魔族との圧力、そして厄災とどうやって立ち向かうか、新感覚異世界アクション小説アウトキャストじゃないか。ロゴもこだわってますね、すごく。まあ組織があるんですよね、はい、そう、組織がある。これなんて読むんですか？メンバーですか、これ？あ、メンバーメンバーじゃあ、はい、師匠、左上に名言みたいな、そのキャラのセリフみたいなのが黒いところに書いてあるんで、読んでもらっていいですか？あ、わかりました。じゃあ、この世界は腐りきっていた。だから、俺が直す。では、まあ、主人公ですね。主人公は勇者なんで、元勇者で、はい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 、はい、自分の国に裏切られて殺されかけて、数年後復讐のために仲間を集めるっていうね、はい、はい、じゃあ続いて、はい、俺は物を作ってるんじゃない、時代を作ってるんだ。これこれ推しキャラね、我が輩の。あ、推しキャラなんですか、推しキャラ。そう、これはね、便利なね、道具を開発してる担当ので、あの、このちなみに地図あるじゃないですか。 ありますね、左に。これも自作なんで、これマジで。国までしっかり作ってるところと、あと名前と名前の間に何かしらのこう入れてくる感じがね、はい、そうそうそう、僕は知りたいね、君たちの運命がどう転ぶか。どう転ぶんですか？それは小説読んでください、我が輩の。ああ、なるほどなるほどなるほど。そうそう、情報屋なんですね。そう、このグノスイっていう意味はギリシャ語で知識って言います。おめえすげえなー、おめえ。クオリティの分身を出せて、完全記憶能力を持っていて、はいはいはい、はい、過去にネルロン共和国の諜報機関にいました。あー、元スパイなんですね。じゃあ、あ、そうです。じゃあ続いてこちらです。うちには勝てへんよ、だって君遅いやん。これは一体どういうキャラクターなんですか？これはね、もうね、足速い異能力者ですね。なるほどなるほど。この子はね、走った瞬間に目的地にいるっていうね。あー、フラッシュみたいなね。なるほど、そうそうそう、いいですね。じゃあもうちょっといきましょうか、うん、こちら。直すのも壊すのも私たちには全て一緒です。推し、あ、推しなん、全員推しじゃん。そうそう、いや、もう全員好きですよ。でもこの子が女の子キャラで一番好きかなっていう。当時気が狂っててカラーリングをナスにしてしまったのは申し訳ないと思って、ね、でもなんかビビッドでいい感じだけどね、うん、まあ、やっぱね、デザイン能力が昔からあったのかな。まあでもナスですね。じゃあ続いて、そうですね、この一番すごい人ですね、このチームの。はいはい、こいつはセブンスです。はい、とにかく運がいいと、適当に投げたコイン300枚が全て床に立つみたいです。いや、もうすごいっしょ。本当に運がいいんですよ。で、面白そうという理由でアウトキャストに加入するという。はい、そうです。